階段を登るラフは1937年に、ジョアン・ミロが厚紙に鉛筆と木炭で描いたスケッチ。この絵は、バルセロナのミロ美術館が所蔵している。エドワード・マイブリッジの、ザ・ヒューマン・フィギュア・イン・モーションにある、階段を降りる女。マルセル・デューシャンはこれに触発されて、階段を降りるラタイナンバー2を描いた。ミロは、スペイン内戦の最中にこの絵を描いた。彼は当時パリに住み、 グラン・ショミエールの肖像画のクラスに通い始めていた。彼は、カタルーニャで起こっている事態を表現しようと、人物画の制作に立ち返った。その心境は、階段を登る、歪んだラフの姿で表された。この時期の他の作品には、古い靴のある生物と、スペインを救えがある。ミロ美術館によると、内戦の道義的な悲劇に対するミロの失望感が、 人物の極端な変形、毛だるけな手足、階段を登ろうと苦難する様子に現れている。すなわち人物の変形と苦難の様子はスペイン内戦の繁栄だと解釈されている。画面の右上では窓か箱らしきものから光線が室内に差し込んでいる。女は右手ではしごを掴もうとしている。このはしごは脱出の象徴として ミロがいくつかの作品で使っているものである。女の露出した世紀は大きく誇張され、排泄物の山を前にした男と女で描かれたものと似ている。この階段を登るラフはマルセル・デュシャンの階段を降りるラタイナンバーにとの関連性が指摘されている。1912年にバルセロナのダルマ・ウガローで開かれたキュビスト展でミロは初めてこのデュシャンの作品を見ている。 興味深いことに、デューシャンの絵は、全くのオリジナルではない。それは、動物の動作を最初に記録した写真の一つである、エドワード・マイブリッジの写真に触発されたものだった。マイブリッジが示した階段の女の動作は、デューシャンとミロの想像力を捉えただけでなかった。同時代のサルバドール・ダリも、デューシャンの作品のオマージュを制作している。ダリの作品では、ミロ同様、 モデルはやはり階段を登っている。2011年10月に開催された展覧会、ジョアン・ミロ、脱出のはしごで展示された。ありがとうございます。